皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。まったく勝てねえ。ちょっと、どうしたのよ一体。勝てなくて全然進まねえ。こんなにサクサク進まないノブヤボは初めてだぜ。無印は難しいとは聞いていたけど。そのせいで何度もタイムリープを繰り返したぜ。シュタインズゲートかよ。だが、扉は開かれた。ついに世界線変動率の答えが見つかったか。残酷な約定と選択へハッキングトゥーザゲート。孤独の観測者、ザキカキ。それではザキカキの選択を活目せよ。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。まずは築城だ。ほうほう。市場を作って前線基地にする。だが通常は築城すると敵が攻めてくる。そりゃそうだわな。だが上杉の軍勢が伊達に侵攻している。この間にさっさと建設してしまおう。なるほどでござる。ちなみに別の世界線では上杉の軍勢が安藤を攻める。ひとたまりもないね。こちらが援軍を差し向けても落とされてしまう。こうなると武田も北上して終わりだ。ディストピアな世界だな。しかもだ、どうもランダムで攻めているようだ。上杉の選択で運命が決まるザキカキ。なので軍神が安藤を攻めるとロードだ。それで行き着いた世界線がこっちなのね。そういうことだ。それにしてもものすごい勢いで築城してるね。我らは築城で高みの見物だ。お、完成したぞ。ところでなんて読むの？鳥ヶ谷崎？富谷崎城、今でいう花巻城だ。そうなんだね。市場に兵を送り込めば準備万端だ。さようであるか。ではそろそろ仕掛けるとしよう。ついに伊達をほふるか。今、まずは敵兵力をそぐ。ああ、いつものやつね。おお、安藤が攻めておるわい。でも返り討ちにされるんだけどね。安定の安藤。お、敵が出てきたぞ。ではまた深みへ誘い込むか。良いにござる。よし、挟み撃ちにしてくれる。出た、いつもの勝ちパターン。南部が敵の背後を取って退路を断つ。徹底しているな。それでは敵兵力に注目。混乱しているのは奇襲に失敗か？そういうことだ。わざわざ餌食になりに来よったか。ではお望み通りにしてやろうぞ。理解承知。敵部隊殲滅、お見事にござる。伊達の命運も尽きてきたのう。あれ、また敵が来たよ。こっちがちょっかいかけてるからな。これはしたり。やや、あれなるは大浦為信。彼のおかげで流れが変わった感じだな。おお、頼れる男、為信。これで三方攻めの完成だ。包囲殲滅が板についてきたわい。気合を入れよ。
敵将捕らえたり。お、総大将を捕らえたぞ。ここは解放だな。今までだと斬首だけどね。今作は滅亡した武将は大名でも登用しやすいんだ。それはそれでありかもね。不満げだな。そんなこと有馬温泉。有馬温泉って。ではこれより伊達家を討伐する。それでは参る。いざ、岩出山。行け！むむ、北条の手の者がいるぞ。北条め、余計な真似を。お、なんか知らんが包囲完成。よし、今のうちだ。御意にござる。まあ断るわな。残念だが当然。お見通しよ。なかなかしぶといわい。でもあと少しだぜ。お、落ちたぞ。我が軍の大勝利。いや待て、様子がおかしいぞ。やや、あの門所は三つ鱗。己北条、我らの手柄を散奪するか。どうすんのよ。かくなる上は奪い返すまでよ。岩出山城を奪還するぞ。理解承知。気合を入れよ。北条め、包囲してくれるわ。伊達が北条になっただけのことよ。行きましょう。完全に包囲しました。よし、これで完全包囲だ。あとは時間の問題ね。気合を入れよ。思い知るがよい。やりよったな。今度こそ我らの勝利、お見事にござる。やれやれ、肝を冷やしたわい。それでは伊達に引導を渡す。え、まだ伊達って生きてたの？伊達は城と港を持っている。城がなくなった今、港で息を潜めている。今度こそ逃がさぬ。さすがの伊達も風前の灯火よ。お任せあれ。そして陸からも同時に攻める。これで伊達も一巻の終わりよ。うん、なんか移動速度が速いぞ。今回は騎馬で攻めるぜ。お、なんだなんだ。実は武田と同盟を画策しているのだ。こちらとしては問題ないぜ。どうぞどうぞ。では正義よ、しばしの別れだ。これで武田家と同盟成立だ。終着至極にござる。ついに始まったか。やはり伊達を滅ぼすのは我らよ。
立て。気合だ。お味方が城内に突入したぜ。南部からの直撃を食らうがよい。奮い立て。これで我らの勝利だ。伊達も他愛なし。それでは勢力図を確認しよう。今回でやっと伊達を滅ぼしたわね。だがこれ以上下がると軍心が動くかもな。武田と潰し合ってください。それにしても相馬がまだいるとは。北条が動く前に相馬も吸収したいところだな。そして吉見を通じた武田、同盟中に動けるだけ動くぜ。てかまだ宇都宮いたの？この世界線では生きてるな。このしぶとさ、嫌いじゃないね。そしてしぶといといえば安藤。同盟中に伊達を滅ぼすことができたぜ。じゃあしばらく共闘する感じ？安藤は同盟が切れたらすぐ攻めてきたぜ。安藤よ、東北の統治は我らに任すがよいぞ。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて今の世界戦でザキカキは勝つるのか？次回もこうご期待。それではご視聴ありがとうございました。